皆さんこんばんは、デコピンです。今日はある個室サウナに来てるんですけど、サウナに入ったらどれくらい汗をかくのか測っていこうと思います。あるね、女性がサウナに入って同じねこの検証してたんですよ。私も前からそれめちゃくちゃ気になってて、今日はね実際にどれくらい出るのかガチで検証していこうと思います。で、今日はねこちら特別にエアリズムを買ってきました。発想温度はね多分ね90度から100度くらいって言ってた。なんで皆さんそれも参考にしてください。では入りましょう。はい、早速入っております。今93度くらいなんですけど、ちょっとねしっかり料理をして10分くらい、温度によるけど大体8分9分くらいなんですけど、ちょっとせっかくなんでね長めに入ってしっかり汗をかきたいと思います。では料理してきます。わー気持ちいい。あ、めっちゃきた。めちゃくちゃ汗かいてきました。すごい。なんかね足とかも足もねすごい汗かいてるんですよ。このね滴る汗を一滴も残さないようにちょっとこうすりつけてより正確な量を測れるように汗をなすりつけてきます。では汗を絞っていこうと思います。はい、では測っていこうと思います。今回取れた汗がこちら。ちょっと少なくて見えないかもしれない。そう、エアリズムにしたのがもしかしたら失敗だったかもしれなくて速乾性があるからちょっと乾いてしまったかもしれない。では入れます。待って、めっちゃリアル白いんだけど結果どれくらい 1ml くらいかな。すごい、めっちゃ白いんだけどはず超白いよこのうちの汗。やばくない？